ラーメンについてくるもんね。はい。まずは、これラーメンを大衆食で、大衆食で、大衆食で、子供から、ちっちゃい幼児から老人まで、はい、そういう組み合わせでも食べれるような味、はい、誰もがホッとできるような味、はい、これがやっぱりその大前提にあって、いつまでも誰でも長く愛されたいというか、その特定のターゲットに対して例えばガッツリ系、こってり系とかではなくて、あらゆる世代にいつまでも愛されてる味がを目指しますね。おじいちゃん、おばあちゃんが孫を連れてきたり、そういうことがうち結構多いんだけど、やっぱりそういうのは理想ですね。家族で来たり、例えば思考の違うカップルが来れたり、俺はこってりじゃなきゃダメだとか、でもあそこの中でいいよとか、全世代対応、全人種対応だから、そうですね。私も考えたなんか家族でも来たこともありますし、彼女とも来たこともありますし、友達とも来たこともありますし、そうそうそう、この間の会社の人ともスタッフとも来たことがあるので、そう思えばあれですね、全部俺の父にハマってああなるほど。そうやって決めることによって自分のやるべきことが見えてくるっていうね、決して自分のエゴのためにやってるわけじゃなくて、やっぱりこういう人のためにやっぱり文化だよね、ラーメン文化をもっと知ってもらいたいですね。